こんにちは。今回はハイナー赤ちゃんの誕生1日目です。先週は日本トカゲのライトが急に壊れ、緊急で購入して買い替えたりといろいろあった上に赤ちゃん誕生とバタバタでしたが、動画での報告も随時していきます。日本トカゲの方は週末にアップする予定ですので、もう少しお待ちください。こちらは孵化を発見してから半日後のハイナンの様子です。発見した時は体全体がしっとりしていて、頭に粘液が付着していましたが、半日経って皮膚がしっかりしましたね。いきなりですが餌を置いてみました。爬虫類の赤ちゃんは最初の一口を食べてくれるかで生存率が変わるようです。私が日本カナヘビを孵化させた時はどの子も問題は起きませんでしたが、本来海外に住む生き物で気温も違うので少し心配ではあります。レッドローチを食べなかったので今度はいいエコを見せます。食べないですね。ただめちゃくちゃ嫌がってる感じでもないです。今度は頭を切って足を取ったイエコでチャレンジします。コオロギの体液を鼻先につけるとヤモリは舌で鼻を舐めます。そうやって舌を使わせて味を分からせ、食欲を刺激します。まだ生まれたばかりだし食べないかと思ったら食べました。粘って与えた甲斐がありました。ということで飼育1日目で餌を食べてくれたハイナンでした。ダメ元でやってみましたが、いきなり食べてくれましたね。ハイナントカゲモドキは南の島に住んでいますが、自然豊かな森林の涼しいところにいます。なので日本の夏だと暑さに気をつけなければなりませんが、ベリー飼育だといい感じに食欲を高めているかもしれませんね。餌は特に小さいコオロギを入れっぱなしにして、さっき与えたサイズのピンセット給餌していきます。まだまだ小さいので毎日チェックしていきます。それでは今後も赤ちゃんの成長や飼育状況を報告していくので、次回の動画もよろしくお願いいたします。